ボリス・クラーギンは、ソビエト連邦モスクワ出身のアイスホッケー指導者。1961年から1971年まで、アナトリタラソフの下、HC チェスカ・モスクワで、アシスタントコーチを務め、その後 HC ・クリリア・ソベトフの監督となった。クスカや HC ・スパルタク・モスクワのような、恵まれたチームと異なる若いチームで彼は、ユーリー・レベデフ、ビャチェスラフ・アニシン。 アレクサンドル・ボズノフ、アレクサンドル・シデルニコフラを育て上げ1974年にはソ連選手権を制覇した。またクラブレベルでの NHL チームとの対戦シリーズとなったスーパーシリーズでは HC ・クリリア、ソベトフを率いて NHL チームに三勝一敗の成績を残した。またフセボロド・ボブロフの下で アイスホッケーソビエト連邦代表のコーチとなり、アイスホッケーカナダ代表とのサミットシリーズにもスタッフとして参加した。1974年に代表チームの監督となった彼は、同年のアイスホッケー世界選手権、和勢との1974年サミットシリーズ、1976年のインスブルックオリンピックなどを制した。その後の世界選手権で優勝を逃したため、 代表監督を解任されビクトル・チーホノフが公認となった。1979年から1984年まではスパルタク・モスクワの監督を務めている。ありがとうございます。